町はですね、栃木県のちょうど中南部に位置しておりまして、人口が約4万人ちょっと切りますけれどもね、歴史と文化がね非常に豊かな地域であるなというふうに思っております。これまでの OS ですと、ちょっと立ち上がりに時間がかかったり、授業の途中で、止まったり不具合が生じたりと、あるいはOS の更新ですかね、更新などが突然入ってきちゃったりということで、授業中先生方が、端末の操作にこう手を煩わせることがあったということで、そういうのを解消したいなっていうのがね、一番の願いでありました。本庁は10ギガの回線を各校から引いているんですけれども、それでサクサク動くはずがなかなか動かない。10ギガもあるのに動かないっていうことは、ネットワークの問題だけじゃなくて OS とかクラウドの問題なんじゃないかっていうことで、そこが一番課題として挙げられていたところです。前の OS の時にはハードディスクの容量は64ギガでした。64ギガのうちOS に使う容量が多くて、またアプリに使う容量も含めると、そのほとんどが使用してしまっているという状況でした。そうなると、次のアプリが入れられないとか OS の更新ができないとかっていう状況がありました。その時に目をつけたのが Chrome OS Flex で、これは端末を買い替えなくても OS を入れ替えることができる、ハード外見がそのままでも中身を Chrome OS にすることができるというところで、コスト的なメリットとか現実感だったりを考えて、この事業に目をつけました。ネットワークに接続して早く動く端末とか OS みたいなのを選定したいというところです。 Chromebook とか Google Workspace for Education はかなりそれがスムーズに動くという話を聞いていたので、試してみようという話になりました。セットアップは非常に簡単でした。思っていた以上に作業の時間は短く済んだというところが印象です。作業自体も簡単なので、印象としては小学校高学年以上であれば自分たちでできるんじゃないかというぐらいの作業の簡単さでした。USB のインストーラーをまず作るというところです。これはウェブから必要なインストーラーをダウンロードするという作業になります。でその USB を使って、端末本体にインストールしていく。でこれだけで作業が終わりです。今回は児童生徒と教員用端末合わせて100台をセットアップしました。100台で1時間半の時間でした。前の OS だと更新漏れだったり管理漏れだったりがあって、その点は非常に不安なところでした。一方、全てブラウザベースの Google Workspace だったり Chromebook だったりは常に最新の状態が保てるので、そういった面でセキュリティについては非常に安心感があります。また他にセキュリティソフト等を買う必要もないので、コスト的なメリットも大きいかなと考えています。実は私6年生の端末を導入してからの1時間目一番最初の時間に立ち会ったんです。どんな反応かなと思って、そしたらもう子どもたちから歓声が上がりました。うわー早いとか気持ちいいとかっていう感じで、でも本当に今までの端末なのかなっていうような、そんな子どもたちの表情でした。お早っ、今までずっと待ってましたね。みんなどう、クラスルームの中のさ動き具合とかどうですか？スムーズすぎてます。前と比べてやっぱり読み込みとかが早くなったり、すごく調べやすくなった。理科とかでなんか酸素とかの体積のことをよく調べたりするんですけど、すぐ出てきてくれるとスライドとかにまとめられるので、すごくいいです。チャットとかで友達の意見とかすごい共有できて、ここはこうじゃないかなとか意見共有し合えて、よく考え直して改善することができます。圧倒的に今です。前の
とものですと共同作業とかで、ラグがあったのでなかなかやりづらさを感じていたんですけど、 Chrome OS になってから共同作業のしやすさ、そしてツールの使いやすさがあったので、どんどんそういった活動を取り入れることができました。起動の速さ、スムーズに動く、ラグがないということと、 Google ツールがこうひとまとめになっているというか、なんかこう入り口が狭いっていうんですかね、いい意味で子どもたちが迷わないというか、学びにこうスッと入れるっていうのが良さかなと思います。すべてのファイルがクラウド上にできるので、もうファイルを作成した時点でクラウドにあって、それを友達と共有するまでの時間も非常に短くて済む、共同学習がしやすくなったりっていう声も上がっています。安心感が一番だと思います。一人だけ、なかなかインターネットがつながりづらいとか、たまたまその子の操作になぜか時間がかかってしまうとか、文房具で話をすると、鉛筆とかが、その子だけ自分の鉛筆が壊れてる、自分一人だけできないとか、それが自分のなんていうか能力的な問題じゃなくて全然関係ないものじゃないですか。そういう環境を整えていくってことが一番大切なんだなと思っています。授業という面でいくと、子どもたちがそのような形で、Chrome OS Flex をこうスムーズに使えるようになってくると、授業の方法というか授業の進め方がやはり変わってきます。そうすると子どもたちにその授業の中で教えられることが今までよりも多分増えてくる。新たなもっと教材研究というか、別のとこともっと調べておいて、もっと子どもたちにこういうことを教えてあげようとか、さらに上の段階のレベルのことをもっと教えられるんじゃないか、そういう可能性が広がってくるので、そういう面でいくと今までよりもその学びがだんだんより深くなってきたというか、より広がりを持ってきたっていうのは私は自分はあると思っています。50分とか45分という授業の中で非常に質の高い、しかも学習量の多い授業がね、実現できそうだというところが非常に大きなね、選択のポイントになるかなというふうに思っています。この今回のね、メリットについては、周辺のね、市長にも広く広めてですね、いろんな市長にもねお勧めしたいなというふうに思っております。ほとんどの子どもが、今 の, コンピューター、フレックスの方がいいと言っていました。それは全体的に言えることなんですけども、特に注目するとすれば、起動が早い、ネットが早い、充電が長く持つということに関していいっていうふうに言っておりました。学習がはかどるに関しても、子どもたちのアンケートを見ても、ほとんどの子どもが、今のコンピューターの方がいいというふうに言っています。先生方もいいと。それから、友達と意見、し合う、話し合う、共同し合うということに関しても今のコンピューターの方が以前のコンピューターよりもいいということを子どもも先生に言ってということが分かりました。パソコンがの起動が遅いとか、動作が遅いってなると、いつ学習が進められるんだとかっていう不安が子どもたちにも先生たちにもあるわけですけども、やっぱり全般早いっていうことで先生方、それから子どもたちには、これを使って学習できるっていう安心感につながっていて、そのことで学習にはかどるっていうことにもつながってるのかなというふうに思います。